者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。さて、3月から4月切り替わって、そうするとですね、大体保険っていうのの内容とかも、ちょうどこういった時期にですね、切り替わったりする部分とか更新される部分っていうのがこう出てきます。今回の保険の切り替えの中で、いろんなところがあるんですけれども、患者さんに身近なところでっていうので言うと、がんの患者さんとか、そういうオペ、全身麻酔をするような形のね、オペをするような方との歯科の連携っていう部分ですね。そういった部分が最近取り上げられるようになってきてます。それはですね、簡単に言ってしまえば、全身麻酔をするような場合、チューブを喉の奥からに口からずっと喉の奥に突っ込んでいくような形っていうになっていきますよね。結局口の中の汚い、唾液に混じったばい菌っていうものが、そのチューブにくっついたまんま中の方に押し込まれていくような形、肺の方まで持っていかれる感じになっていったりすると、なので肺炎ですよね。そういったものを併発する可能性っていうものがやっぱり起こってしまうと、そういったところがですね、先に、歯科的なメンテナンスをしておいて、お口の中をきれいにしておくことで、そういった肺炎を防ぐことができるというようなこと。また先ほど言ったがんの患者さんとか、そういうので言うと、そのがんのね、その経過っていう部分でもいろいろ出てくるんですよね。細かく言ってるといろいろ大変なんで、とりあえずね、そういう大きい外科、大きい病院とのその歯科の連携っていうもの、地域連携っていうものが、これからね、何年間かずっとにわたってですけれども、だんだん押し広げられていくような形、進められていくような形っていう風になってきてます。そういった兼ね合いでですね、オペ前っていう時にお口のケアっていうものが大事っていうことについてね、国の方でもいろいろ取り上げてきてくれてるという形なので、何かね、自分がこのオペをする場合、オペをするというかされる場合ですよね、そういった時に全身麻酔、そういった鼻からチューブで、口からチューブでっていうようなことがある場合、どうしてもやっぱりそういった雑菌のっていう部分が、少しでもそういった肺炎とかの起こる確率とかを減らしたいっていうんであれば、先にね、お口のケアをしておくっていうのは分かりやすい話だとは思うんです。ですから、皆さんもね、そういった自分がそういった受けるような状態になる場合であれば、事前にその歯医者さんに行って、ちょっとオペをするんで、これきれいにしてもらうことできますか、ではないけどね、そんなことを言っていただければ、いろんなね、歯医者さん、皆さんそういった知識ってものが、年々増えてくる、そういった状態になっていってますので、そういうふうに相談してオペ前に歯医者さんに行く、そういったこともやっていってもいいんじゃないでしょうか。で、そうすることでね、オペ後にそういった併発するようなことがあれば、やはり実際のそのオペの方にも影響があって言ったらおかしいですけどね、そういったこともありますので、やっぱりなるべくね、安全な状態を作っていくっていうことは決してね、悪いことではないんでね。同じような意味合いで言えば、妊婦健診の話なんてもよく僕言ってますけれども、妊婦さんも出産を迎えていくにあたって歯周病の病原菌が増えてしまっている状態になる。その歯周病の病原菌が子宮に悪さをした場合、早産や低体重児の確率が 7.5 倍にもなるよっていうような研究発表のデータもあったりするぐらいでね。ですから妊婦さんも出産前にっていうか、妊娠が分かったら歯医者さんに行ってお口のチェックをして、掃除をしといた方がいいよって。だから、福山市の方でも妊婦健診というものを推奨して、市の方で予算を持ってくれているというような形でやってますので、福山歯科医師会の協力のもとってことですけれども、ですので、何かね、そういった体に対する病気、その何かそれをやる前に口の中をきれいにしておくということは割とね、標準的な話になってきているようなところもありますので、ぜひそういったことに興味を持たれた方、もしこの後病院でね、オペとかを控えている方、よかったら歯医者さんに行って相談してみると、なお結果が良くなることがあるかもしれませんので、
ぜひね、歯医者の扉を叩いてみるといいと思います。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418